OK OK。 今日リップね違う色にしたんだ。可愛いでしょ。なんかね、うわ、なんかいつもよりピンクにした。髪染めてる。落ちた黒かったのが落ちた。ということで今日も元気に配信していきましょう。皆さんこんばんは。 AKB48 チーム鳥島県代表ののんのんこと奥本ひゃんです。よろしくお願いします。イエイ。まだ雨降ってる？雨は降ってないよ。もう暑い、やばい、暑いよ本当に。なんか夜、あの真夏の夜って感じ。そうじゃ、もうすぐ七夕じゃないですか。やばいね、七夕じゃん。もう今七夕のエフェクトが見えたんだけど、七夕だ。何お願いしよう。今年は会えるのかな、お入姫彦星さんは。やばくない？もう7月だよ。やばいよ、7月だよ。短冊書かなきゃね。ん？七夕ってさ、何食べるんだっけ？七夕って何食べるんだっけ？お団子だっけ？なんだっけ？ん？あ、そう、七夕は特に決まってないのか。そうめん、あー確かにそうめんかな。七草、ケーキ、うなぎ、全部食べたい。なんか食べるの、なんか決まってなかったっけ。特別ないよ。特別ないかな。そっか、そうだったんだ。なんか食べる気満々でいたわ。なんか例えばフライドチキン、それはクリスマスや。君に似合うと思ったんだ。好きなもの、好きなものでいいのか。すごい流れ星たくさん。コンペイトはさ、あのあれじゃない、桃の日エスカルゴのブログニュー風。なんだそれなんだそれ。七夕何も、そっか、決まってないのか、食べるものが。そっかそっか。明かりをつけましょう、ぼんぼりに。お花をあげましょう、桃の花。五輪林に増えた以降。実はカレー、今日カレーらしきものだった。あれ何だったんだろう、名前何だったんだろう。なんか今日カレーらしきもの、なんかカレーではないけどカレーらしきものだった。今日の夜ご飯。ラブかラブなのか。こんばんは、こんばんは。なんかさ、買い物したくて、欲しいものありすぎて、なんか何買えばいいか今鎖骨痛いんだよね。折れたのかな、本当に折れたかもしれない。なんか欲しいものありすぎて何から買えばいいかわからないレベルで今欲しいものがあるんですけど、なんかもうなんか頭がいっぱい。そのことで何を買えばいいのだろうと思って、全部買う予定なんだけど、全部買ったんだけど何から買おうって思って、何から買えばいいのかなと思って、全部あげてみて。まずコスメデコルテのパウダーで、なんだっけ、待って今ごちゃ混ぜで、
エレガンスの下地、紫の下地で、ディオールさんのクッションファンデ、サンローランのリップ、コスメはこんぐらいかな、まあ、あとアイシャドウとかその他ものものあるんですけど、で服はまずストリート系の半パンが欲しくて、なんか T シャツだったらね、これもそうなんだけど、 T シャツだったら割とストリート系持ってるんだけど、合わせる下がないなって思った時に短パン欲しいなと思って、短パンで、エモダのなんかセットアップがあるんだけど、それあとナイスクラップのここがこうあの不安ってなってるやつ、あとなんか白のなんかふわって広がるワンピースとか、ほんといろいろあるよね、ほんとやばいよね、物欲半端ない、どうしよう、助けて、何から買えばいいと思う、だからコスメから行くか服から行くかなんだよね、そこなんよ、そこコスメから行くか服から行くか、そこなんです私迷いどころは。こんばんは、こんばんは、何から買おうと思って、服は待ってると季節過ぎちゃう、確かにそうなると服なのかな、いやでもコスメも欲しいんだよ、コスメも欲しいんだよ、どうしよう、もう何から買えばいいか分かんないよ、やの、あ、網だくじで決めようかな、じゃあ、いや網だくじマジ超信じてるから、一番高いの、一番高いの全部一緒ぐらい、全部一緒ぐらいです、でもなんかやっぱり無駄遣いをしないって考えた時になんか我慢も覚えなきゃなって最近ずっと思ってて、思ってることには思ってるんだよ、なんかその欲しいもの片っ端から手を出してきたから、そろそろ止まろうかなと思ってそろそろ止まろうかなと思って、でも欲しいの、でも我慢ってさ良くないじゃん、ストレスにもなっちゃうし、我慢してたらそうなってくると迷いどころだよね、そうなのよ、無駄ではないの、そうなのよ、無駄ではないんですよ、全部全部必要なものだし欲しいものだから、そう考えると別にいいのかな、かかっちゃって、いやでもでもね、でもやっぱりヒアノは大人になるので計画的にお金使うことが一番いいと思う、計画的、毎月一つずつ、それはちょっと足りないから毎月三つずつとか毎月三つずつとかにしようかな、買った方がまた頑張ってお仕事しようって気になる、なるほどね、それはまあ社会人の方々の意見で、もうどうしよう、何から買おう、こんばんは、こんばんは、マジでめちゃくちゃ迷ってて、本当になんかね思ったんだけど、例えば1個ずつ買っていくとするじゃないですか、欲しいものを順番に月に1個ってなったら
逆に買わない気がするんだよね。なんか1個かってなって、いやこの月で1個しか買えないのに、1個しか買えないのにこれを買ってしまっていいのかみたいななっちゃう気がするのよ。でもだよ、でも欲しいの。どういったらいいだよ。毎月コスメ1個服1着とか。あーなるほどね、なるほどね。欲しいものが値下がりしたら、値下がりするものないんだよね、部屋の欲しいもので。変な我慢をすると心も貧しくなっちゃう。それは良くない、それは良くないぞ。そうだからどうしようと思ってね、めちゃくちゃ迷ってんだよ今。どうしたらいいの。僕が買ってあげようやった。買いたいものがなくなることがない。そうなんだよね、マジでそれなんだよね。なんかマジでさ、物欲ってなくなることは知らないのよ、部屋のって。え、物欲ない人いる？ここの中にいないっしょ、いないっしょ。みんな物欲ボクチンないよって人いる？いや、いません。はい、物欲ないです。ガチ物欲ない？あんまりないかも。マジっすか、物欲の塊一緒だ。でも三大欲求の物欲9割だから、あと睡眠欲 0.5 割、食欲 0.5 割。物欲の塊でござる。あってもゲットできないから無理、無になってる。こんばんは、こんばんは。やっぱみんな物欲あるよね。ない人はね、多分珍しいと思う。私もあまりない。マジ？いいな。え、どうやったらな、そうなれる？どうやったらそうなれるかな？ちょ、頑張ろうや。でもなんか、これ欲しいとか思わなければいいのかな？いや、思っちゃうんだけどさ。自分が欲しいものはお金を貯めて買う。なるほどね。見ない、見ない、見ない、見なければいいのか。見ちゃうんだけどね。宇宙間ありあり期間を過ぎるとじゃないかな。今そうなのかな、生まれてからずっとそうだから、そろそろなくなってくるのかな。お店にいて眺めて満足する。なるほどね、眺めて満足するな。じゃあめっちゃ関係ないけど、みんな、まず結婚するなら、結婚するなら、お金がある、あまり可愛くない人か、お金ないけどめっちゃ可愛い人か、どっちがいい？どっちがいいですか？結婚する、付き合うならじゃない、結婚するならだよ、結婚するならだよ。どっちがいいですか？みんな、めっちゃ可愛い人、可愛い方、前者にお金お金ある子、お金あるけどめちゃめちゃ可愛くない子か、お金はないけどめっちゃ可愛い子かだよ。可愛い人言ってく。お金はなんとかなるから、花がある子がいい。お金があって可愛いんだしんど、お金ない可愛い人。そうなんだ、意外だね。自分は収入あって、うん、あってやっていい。こんばんは、こんばんは。
可愛い人って言ったら分かんないかな。じゃあ推しあのお金がない、じゃあお金がある可愛く全然可愛くない子か、お金全然ない推し寝ないで働くしんど寝ないで働くはおもろいわ、それはおもろい。お金でも顔でもない相性、相性か、相性はまあと大事なのかな。推し推し推しと頑張ってお金おもろいね、みんなそうなんだ。俺の彼女も分からなくて可愛い人らで、うわうわうわ、なんかあれなんかのろけられた、あれ相性大事、相性大事なんだ、お金必要だな。推しか、推し可愛いから YouTuber になってもらうしんど、なるほど YouTuber になってもらうのか。そうなんだ。でも今んとこでもお金ないあの可愛い子の方が多いんだね。あと何があるかな。で性格の面はもうめっちゃ性格いい、あんま可愛くない子か、もうめちゃくちゃ性格悪い推しかどっち、みんなどっちですか。めっちゃくちゃ性格がいい、あんま可愛くない子か、めっちゃ性格悪い推しか。まあ、結婚するならだからね、結婚しないならあれだけどね。性格いい、性格いい、性格悪い、性格いい、いい方、そうなんだ、性格は大事なんだ。みんな性格みんな大事なの。お金はなくていいけど性格は大事なんだ。へえ、確かに長く続かないからね、性格悪いが。何の性格ですか。ヒャの性格めちゃくちゃいいよヒャの性格めちゃくちゃいいよ、大事大事なんだね。みんな性格いい方、いい方じゃないと続かない。確かにね、性格良くないとね、あれだよね。あとなんだろうな、ポニーテールが似合う子、それは間違いない、それは間違いない。じゃああれは、わがまま、わがままとか一切言わないめちゃくちゃいい子な、全然可愛くない子か、わがままな可愛い子か可愛い、わがままなんて言ったらいいの、どっちですか。ノノと一緒になると婿養子にならないといけない。婿養子って何。わがままな推し、多少のわがままは可愛い、わがままではないいい子、わがまま、むしろわがままは言ってほしい。そうなの、可愛い子のわがままは可愛いんじゃない。なんだそれなんだそれわがままな推し、わがままの子とか病んでる子好き、可愛いからわがまま許せる、多少のわがままは問題ない、わがままは許容範囲内。どっちからの、そっちを選ぶ、部屋のわがままだよ部屋のわがままだよ、皆さんご存知。適度にわがままで適度に可愛い子で、わがまま言ってほしい。あ、みんなわがままオッケーなんだ。そうなんだ、知ってます、知ってる限度ある、限度どこ、限度って何。例えば何がダメなの、わがままとして。
マザコンは許せる。いや、マザコンは家族大切にしてるってことだからね。わがままでも楽しそう。まあ楽しければいいってとかあるよね。わがままじゃない女の子は見たことない。矢野も昔付き合ってた彼女がすごいわがままで嫌なってこと。え、ちょっと教えて。それ何それ。ちょっと恋バナ大好きよ。なんかプラスじゃなくてマイナスの恋バナね。仕事と私どっち取るのとか。あ、それはいいの。それはいいんだ。こんばんは、こんばんは。あ、この彼女めっちゃ可愛くてとかちょっとハーってなるけど、彼女めっちゃめんどくさくて、あ、おお、それでってなる。休みの日はいつもどこかお出かけか。あー、なるほどね。じゃあみんなどっち派？休みの日はいつもお出かけしてたい派ですか、それとも別に家にいたい派ですか。お出かけ、あ、お出かけしたい。部屋もお出かけしたい派だな。でもいや、でも どうだろうな。どっちでもいい。家、程よくお出かけ、寝たい。なんなら束縛するのか。束縛？え、どうだろうね。すると思う？すると思う？休みは小旅行して、うわ楽しそう。休みは混むから家派。イベントあればお出かけですね。家でゆっくり派。こんばんは、こんばんは。思う、はい。思う？束縛しかしないと思う。しそう。マジ？しそう？しなさそう。する。スマホで監視する。わかんない、わかんない。携帯に GPS つける。しんど。間違った。しないよね。ちょっと怖そう。そうじゃない、好きなんだな。わかんない、何が束縛かもわかんないけど。でもだってさ、他の女の子とあの遊びに行かないでとかさ、それも当たり前じゃん。束縛ではないじゃん。携帯見ちゃう。携帯、いや、自分が見せたくないからさ、携帯を。だから別に見たいとは思わないから。会社の飲み会ダメとか。いや、自分が友達と遊ぶのとか無理だから。ってなるとさ、あれだよね。いや、だって友達大好き人間だからさ、友達めちゃくちゃ大好きだからさ。出かけるときは申告しろとか。いや、めんどくさい、めんどくさい。無理無理無理。それってさ、ん？それってさ、自分がこうしてって言ったら自分もしなきゃいけないの？例えばヒャンヌがみんなに出かけるとき、あの、どこどこ行くって言ってって言ったら自分もそれしなきゃいけないってこと？そういうことなのかな。足りめえよ。マジっすか。無理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 。じゃあ無理無理。じゃあ無理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 。無理無理無理。じゃあやだ、じゃあやだ。彼氏の行動パターンを知りたい。え、やだやだ。自分も言わなあかんってことでしょ。無理無理無理。めんどくさい、めんどくさい。なんだそのめんどくさい駆け引き。いや、めんどくせえ。やめ、やばやば。女友達って認めんやろ。へー、ってことは部屋のも男友達ダメってことでしょ。無理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 。いや、友達やん、いいじゃん。みんなどうなの。
みんなどうなの、女と男、彼女の男友達認めない派、みんな。付き合うのはいろいろ大変だよ。認めない、あんまり無理だね。みんな可愛いね。無理なの、みんな無理なの、可愛いね。無理、認めません。そうなんだ、みんな可愛いね。無理なの、そうなん。見て、おお、認める、おお、いいね、いいね。その男友達を彼氏に紹介できる？あ、できる、できる。弟がなんか音楽流してた。ヘイザーライオンって。なんだ、ペット飼いたい、飼いたい、ワンちゃん飼いたい。平気そうけど結構きつい。そうなんだ。なんで、友達だよ。友達でもダメなんだ。え、ってことはみんな部屋の男友達ダメってこと？紹介しよっか。地元の地元。俺もののに合わせ自主的に恋愛禁止してるよ、泣き。いい人かよ、いい人かよ。ダメです、ダメだな、かわいいね。紹介して、紹介してほしい。紹介してほしいの受けるんだけど。みんな頭悪いよ。泣く。泣く。かわいい、みんな愛されてるな、部屋の。愛されるより愛したい派。どっちだろうな。愛されるより愛したい、愛すより愛されたい。え、どっちだろう。わかんない。女の子の友達紹介してほしい。いいよ。何の束縛してほしい派ですか？うん、してほしくない。なんかめんどくさそう。お金と愛どっち取りますか？お金。なんだわ、専業主婦派。どうだろうね、わかんない。こんばんこんばんは。そう、サクタサクタ。お金と権力だったらお金。愛された方が幸せやない？まあでも愛されすぎてもめんどくさそうだけどね。まあなんかあの適度に、適度に愛したいし適度に愛されたいみたいな、そんな感じかな。お金のないイケメンは好きですか？いいえ。いいえ。お金は共有、個別、個別。別にイケメンが好きじゃないもん、別に。イケメンはどっちでもいいかな。顔は何でもいいかな、部屋のは。人間であればみたいな、動物じゃなければ。トドロキはイケメン、トドロキはイケメンだよ。トドロキはでもイケメンだよ。こんばんは、こんばんは。束縛は自信のなさの表れ。
でもなんか束縛別に してもいいけど、なんかなんていうのかな、してる姿はあんまり好きではないと思う。わかんないけど、だってさ携帯見るとかでしょ、携帯見てる姿ってさあんまり可愛くなくない？わかんないけど、年収いくらとかあるの？年収がよくわかってないんだよね。年収ってさ平均どれぐらいなのとかわかんないんだよね。元気元気。お金あればファンにもチャンスある。なんかさちょっと最低じゃない？え、別にファンの人のファンの人との恋愛別になしじゃないもんだって。いや今はダメだけどね、今はダメだけど、今はダメだけど、初見です、ありがとうございます。お金持ちで束縛する人はどう？まあその束縛にもよるよね。束縛のその限度にもよるよね。マジで限度にもよるよね。だからマジで。タワーマンションに住みたい。わかる。わかる。束縛しないで大事じゃない？結構。わかんないけど。みんなどうなの？みんなは？いや、今年で18歳なんですけど、恋愛対象ないなんですか？対象ないなの？害ない。年収1000万なら月収約80万ですな。80万ってことは10万が8個だから、10万が8個ってことは対象ない。余裕で入る。余裕でない。片思いかな。若い奥さんがいい。上はいくつも、別に上そんなにいない。下もないから別に。適当。あり。対象代18歳しか勝たん。おお、じゃあいけるやん、いけるやん。みんな、まあやめたらだね。ヒアノが、ヒアノガイドルやめたら考えて、その時に。その時にみんなが結婚してなかったら考えて。ゼンリー入れる。いや、ゼンリーさ入れてたんだけど消したんだよね、重いから。重いから消してたんだよね、マジで。だからいやだ、重い。あれ充電すぐなくなる。高卒以上、あー、じゃあダメだ。部屋のまだ高校卒業してないから。みんなありなんだ、18歳。今年18歳、ありなんだね。そうなんだ。充電すぐなくなるからね、ゼンリー。マジですぐなくなるよ、本当に。怖くない？あれ、なんか遊びに行った先々でさ、今ここ今一緒、今燃えてるみたいな。いや、いいいいいいみたいな。あれね、マジ重い。こっちはいけるけど、でもみんなの年齢よく分かってないんだよね。みんな何歳なの？なんか別におじいちゃんと結婚ってあったら別に好きだったらいける気がする。ダメなのかな？よく分かんない、分かんないけどね、分かんないけどね。
まあまあその時の気分ですよね。気分じゃないわ、なんだっけ、その時のあれだよね。今日でアラフォー仲間入りしました、おめでとうございます。周りの目とかは気にしないタイプ？うん、いや別に周りの目気にしてたらアイドルしてない気がする。まあその時の気分ですよ。カップチャン、カップルチャンネルで、カップルチャンネル、いやだ。パパさんの年上、そうなの？29歳あり、あり、何歳でもあり、29歳あり。みんながいいならね、みんながいいならありだよ。やだ、やめたらだよ、やめたら、やめた次の年齢じゃない、だからみんながオッケーなのかっていう。今日面白い話ですよね。ね。まあ気分ですよ。TikTok 撮りたい。ああ付き合ったらいいじゃん。いいじゃん。早めに予約しとかないと売り切れる、ね。そうで。ヒアルの自由さに耐えられる人かな。条件は矢野の自由さに耐えられて、なんだろうな、家事ができる人かな。夢見させてくれるんやな。夢見せてはないけどね。だって全然なくなくない？なくなく、だってさ、出会ってるわけだから、もう出会ってるわけでしょ？ありえなくなくない？と思うけどね。既婚だ。既婚かー、そっかー。既婚か、ちょっと不倫はな、ちょっとあかんですからな。ちょっと不倫はちょっとあかんですね。結婚してない方で、現在結婚してない方でかな。しんど、ガチおもろい。彼女もめめません、いいね、いいよ。卒業したら広島歩き回ります、いいじゃん。別れません。別れないで。別れないでください。再婚は、再婚別によ。現在独身で子持ちはどうですか。でもさ、そのさ、お子さんいいのかな。下手したら同い年ぐらいでしょ、だって多分。部屋は全然いいんだけど、お子さんいいの逆に。いいの、そこじゃない。なんなら子供の方が年齢近いまであるよ。そこだよ、だから。まずお子さんと仲良くなろう。おもろ。まあ、なくはないですからね。全然なんならありえますからね。一緒に同じ本を取って始まりましょう。ジャンプ買ってます、よくコンビニで。だからコンビニでジャンプ買ってください、みんな。そしたら。そしたらね、
子供何人がいいの？何人がいいかな。2人ぐらい。コンビニでね、あの発売日当日ぐらいにね、あの近くのローソンかセブンで、あのジャンプ買ってるんで。食パン加えて街角、ああいいね。なんかこの前撮影してて、あのお部屋が全部終わって、メイクあの全部終わってキャリーケースに詰めて帰ろうと思って、あ、メイク道具メイク室に置いてきちゃったと思って、メイク道具を取りに行って、そのドアガチャって出たら、ちょうど入ってくる人とぶつかって、おおってなって、まあ、それがミスターだったんですけど、おおやっほー、おーバイバイみたいな、ちょっとね、ドラマみたいでしたね。マジで食パン加えてれば全然ラブソング流れるとこだったよね。どうガチャって開けたら、どうおーおーおーみたいな、あごめんあーみたいな。なってましたね。ミスターです。その時ね、あのチーム8以外のメンバーもいて、そうチーム8以外のメンバーもたくさんいらっしゃったんですけど、なぜかミスターとぶつかりました。いつさっき会ったよ、劇場で。あ、さっき会った、キュンとした。久々に会った。なんか帽子かぶってた。恋始まった、同性婚。あのこの前ね、その話したミッサーと。最近のミッサーとの LINE どんな感じ？起きてる？起きてる。荒野しよう、荒野今入れてないみたいな感じ。誰かに向けたファンサにいつも嫉妬して落ち込んで、愛してるのファンだけど、女性もありなん、なしではないんじゃない、ありかなしかって言われたらね、なしではないと思うよ。何があるか分かりませんからね、人生。俺はののとぶつかってみたい、ドンドン。ミスさんもありならいけるやん。うんうん、まあね、バスセンターですれ違う、それは全然あるんじゃない？あのその辺うろちょろしてるもん、ずっと。まあ何があるか分かりませんからね、人生。彼女みたいでしょ。僕は秋田でコンビニの帰りの喉を忘れてた。ガチ？ガチ？いけたやん。その時連絡先交換してたらいけたやん。松田スタジアムにいる？松田スタジアム付近にはいるかもね。街で会ったら声かけてもいい？いいよ。小さいうちは子供に服を買うなんだったら、新しいものを買うか古着にどっちにする？新しいものかな。来年は東京人になるだろう。うん、一人暮らしする。まだ公開それなりに公開する。声かけたらダメだよ。あ、ピアノから、あ、ピアノからですか。私からか、私から。じゃあ声かけようかな、じゃあみんなに。こんばんは、こんばんは。
まあ、あのよくね、あの街中で携帯とか落とすんで、その携帯落ちてたら拾ってみてください。もしかしたらピアノかもしれないからピアノかもしれないからね。この前あの愛理とあの遊んでたんですよ。遊んでてあのモス食べてダーツ行ったんですね。モス食べてダーツ行って、ダーツついてあれ携帯ないと思って携帯ないと思って渋谷のど真ん中で携帯落としちゃって、やらかしたわと思って、やらかしたこれ絶対もう見つかんないやつやと思って、で絶対見つかんないやつなと思って、で愛理の携帯借りて電話したのね。そしたら2回目で誰か出て、誰か出て、あすいませんあの携帯の持ち主なんですけどみたいな言ったら、ああの押してました、押してました、あしかもモス出てあの交差点あるじゃん、なんだっけ、なんとかなんとか交差点みたいな、なんとか交差点みたいなのなんかのガストがね、まあある、分かる人には分かるんだけど、ガストあって、ガストあってこっちにツタヤとかマスタバがあって、そこの街ど真ん中で落としちゃった、落としてたらしくて、部屋のなんか大学生ぐらいかな、大学生ぐらいのね方が拾ってくださってて、なんか一人がなんかうん、なんかマジドラケンみたいなドラケンみたいな人で、一人がなんかマッシュの癒し系みたいな人で、ドラケンが部屋の携帯持ってて、でも本当にありがとう、もう神ですみたいな言って、でその癒し系の人が、あよかった見つかってって言ってたよかった見つかってみたいな、よかったと思って、マジで絶対見つからないと思ってた、マジで携帯なくすからね、よくだいたいねインフォメーションとか届いているんだけどね。そう。そう、ありがとうございます。神ですっつってダーツ行きました。よくなくします、カバンとか、カバンとかはね、カバン、靴ひもほどけたと思ってカバン置いて靴ひもしまってそのまま行ってカバン置き去りとかね、いろいろあるよねマジいろいろある。どんな出会いがあるか分かんないですからね。ダーツどうだった？ダーツめちゃめちゃ好きでさ、よく行くんだけど、言ったことなかったっけ、ダーツハマってるって。ダーツね、割と1年ぐらいずっとハマってるよ、ずっとハマってて行くんですけど、地元の子も行くとも行くし、愛理とも行くし、初めて聞いた、マジダーツプロ、あるあるある、初めて聞いた、ほんまじか、言ったことなかったっけ、持ち物は多い方、いや日によるね、日によりますね、持ち物多い、でもだいたい携帯と財布とモバ銃と
リップ系とあとまあイヤホンぐらいかな。そんぐらいだよマジで。ダーツ真ん中当てればいいってもんじゃない。まあ中盤と初めらへんはブルでもいいと思う。ダーツアイドル、ダーツ得意ですよ。得意でも特技でダーツってあんま印象良くないかなと思って言ってないんだけどさあんまね、あんまり良くないから言ってない。良くないっていうか、まあ、偏見だけどね、あんま言ってないですね。まあ趣味だから趣味だからさ。今度ダーツ教えてください。いいよいいよ。じゃあね、そろそろねランキング発表しようかな。今何分？13位スノーさん、ありがとうございます。12位エンドさん、ありがとうございます。11位ダイちゃん、ありがとうございます。モモタレットアムノンさん、ありがとうございます。あ、もちろんモモタレットさん、ありがとうございます。9位ハーさん、ありがとうございます。8位クマシロさん、ありがとうございます。7位エンニョさん、ありがとうございます。6位キラキラボスさん、ありがとうございます。5位マーボーさん、ありがとうございます。4位ナトダナ、ありがとうございます。3位ベベモンさん、ありがとうございます。2位フシャターボーちゃん、ありがとうございます。そして1位はドゥルルドゥ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 ン、ケンオッパちゃん、ありがとうございます。ケンオッパちゃん、ありがとう、ありがとうございます。今日30分ぐらいしようと思って1時間ぐらいしちゃった。ということでね、キャッチフレーズをしたいと思います。もっともっとって登録もっとって言ってください。いきますよ、もっともっとくもっと。ありがとうございます。いいこと元気を届きます。広島県から来ました17歳のんのんことくもっと部屋です。よろしくお願いします。イエイ。はい、ということでね、皆様本日も見てくださってありがとうございました。まだ明日もしたいと思いますのでぜひ見てください。それではありがとうございました。バイバーイ。3 2 1 0アデュー、バイバーイ。